ファイルトランスファープロトコル、ファイルトランスファープロトコル、ファイルトランスファープロトコル、FTP、ファイル転送プロトコルは、コンピュータネットワーク上のクライアントとサーバの間で、ファイル転送を行うための通りプロトコルの一つである。インターネット初期の頃から存在するプロトコルで、今でもインターネットでよく使用される通信プロトコルの一つである。FTP は、 クライアントサーバーモデルのアーキテクチャとして設計されてを、クライアントとサーバーの間で制御用とデータ、転送用の2つの別のコネクションを使用する。FTP では、認証のためのユーザー名、パスワードや転送データは暗号化されず、平文でやり取りされる。そのため現在では、FTP の通信を SSL、TLS により保護した。 FTPS や SSH の仕組みを利用した SSH ファイルトランスファープロトコルなどの代替のプロトコルに置き換えられている。用途としてはなどに使われる。ダウンロードについては、アップロードについては FTP クライアントソフトや CUI コマンドが必要となる。多くのブラウザソフトにはダウンロードに特化した FTP クライアントソフトの機能が実装されている。 初期の FTP クライアントは OS が GUI を持っていなかった時期に開発されたコマンドラインプログラムであり、今でもほとんどの OS に同梱されている。多くの FTP クライアントや自動化ユーティリティが開発されており、また HTML エディタなどの生産性アプリケーションにも組み込まれてきた。FTP の元の仕様は a b u y v o o s n によって書かれ、 1971年4月16日にとして公開された。1980年まで FTP は TCPIP の前身である NCP で実行されていた。1980年6月と1985年10月により FTP は TCPIP 上で動くバージョンに修正され、これが現行の FTP の使用の元ととなっている。その後、 1994年2月でファイアウォール内からでも使用できるパッシブモードが追加され、1997年6月ではセキュリティ拡張が提案された。1998年9月では IPv6 に対応し、新しい種類のパッシブモードが定義された。FTP の動作モードにはデータ転送用コネクションの確立方法の違いにより、 アクティブモードとパッシブモードがある。どちらの場合でもデータ転送用コネクションとは別に制御用コネクションを使用する。制御用コネクションはクライアント側が特権付きでないランダムなポート番号 N からサーバーのポート2 1 n の TCP のコネクションとして確立する。1998年9月に両方のモードは IPv6 に対応するために更新され、 パッシブモードには変更が加えられて拡張パッシブモードとなった。サーバは制御用コネクションを介して ASCII の3桁の数字のステータスコードで応答する。ステータスコードにはテキストによるメッセージがつくことがある。例えば200または 200OK、OK、は最後のコマンドが成功したことを意味する。数字は応答のコードを表し、追加のテキストは人間が読める説明。 または、要求を表す。データ転送用コネクションを介した、ファイルデータの転送中、制御用コネクションを介して、割り込みメッセージを送信することによって、転送を中止することができる。データ転送には、以下の4つのデータ表現が利用できる。データ転送は、以下の3つのモードのいずれかで行うことができる。FTP ソフトウェアの中には、 モード Z と呼ばれるデフレートを使用した圧縮モードを実装しているものがある。このモードはインターネットドラフトに記載されているが標準化はされていない。FTP ログインはアクセスを許可するために通常のユーザ名とパスワードのスキームを使用する。ユーザ名はユーザーコマンドを使用してサーバに送信され、パスワードはパスコマンドを使用して送信される。 この一連のやり取りは暗号化されていないために対して脆弱である。クライアントから提供された情報がサーバによって受け入れられた場合、サーバークライアントにグリーティングを送信し、セッションが開始される。FTP サービスを提供するホストは、もっぱらファイル、主に無償のフリーソフトなどを配布する目的で、匿名でアクセスできるアノニーマスアクセスを提供することができる。 この場合でも、形式上認証が必要であり、ユーザ名として、アノニマス、または、FTP を指定する。パスワードは通常何でも良いが、配布したソフトに瑕疵があった場合などに、サーバー管理者が連絡取ることができるよう、ユーザの電子メールアドレスを指定するのが、マナー、ネチケットとされてきた、メールアドレスのドメインが、クライアントの IP アドレスの逆引きなどから、明らかな場合は、 風のようにドメインを省略することも多い。サーバーによってはパスワードがメールアドレスの形式を満たさないと利用できないこともある。しかし近年ではスパム、迷惑メールなどの問題によりむやみにメールアドレスを公開しない風潮が高まっていることからこのマナーは捨てれつつある。また現在では FTP クライアント機能を備えたウェブブラウザで 匿名 FTP サーバにアクセスすることも多く、この場合パスワードは特に指定しない限りブラウザのデフォルト設定、インターネティットクスプロアラーであれば、ユーザーなどが使われ、メールアドレスとして意味のあるものにはならない。FTP は通常、クライアントがポルトコマンドを送信し、サーバがクライアントの通知されたポートに接続することによってデータを転送する。これは、 インターネット側から内部ホストへの接続を許可しない NAT やファイアウォールにおいて問題となる。NAT の場合、ポルトコマンドで通知する IP アドレスとポート番号は NAT による変換後のものではなく変換前のものとなる。この問題を解決するには2つの方法がある。1つはパスブコマンドを使用してパッシブモードに移行する方法である。これにより、 FTP クライアント側からサーバーへデータ転送用コネクションがかたされる。これは現代の FTP クライアントにおいて広く使われている。もう一つは NAT がを使用してポルトコマンドの値を書き換える方法である。FTP ではウェブページでよく見られるような多くの小さな一時的な転送に使用するのが不便であり、HTTP ではそれを修正している。 FTP には、現在の作業ディレクトリと他のフラグを保持する、ステートフルな制御用コネクションがあり、転送するファイルごとに、データを転送するための別のコネクションを必要とする。パッシブモードでは、この別のコネクションはクライアントからサーバーへの接続で、あるが、デフォルトのアクティブモードでは、このコネクションはサーバーからクライアントへの接続である。アクティブモードにおける、この役割の逆転、 およびすべての転送において使用されるポート番号がランダムであることがファイアウォールや NAT ゲートウェイを通して FTP を使用することを困難にている。HTTP はステートレスであり、クライアントからサーバーへのウェルノーンなポート番号による単一のコネクションを介して制御とデータを多重化する。これにより NAT ゲートウェイやファイアウォールの通過が簡単になる。 FTP の制御用コネクションの設定は必要なすべてのコマンドを送信して応答を待つまでに往復遅延があるため非常に遅くなる。そのため毎回セッションを破棄して再確立するのではなく制御用コネクションを確立した後それを複数のファイル転送のために開いたままにするのが一般的である。これとは対照的に HTTP はその方が安価であるため もともと転送ごとにコネクションを切断していた。その後、HTTP には複数の転送に一つの TCP 接続を再利用する機能が追加されたが、概念モデルとしてはセッションではなく独立した要求である。FTP がデータ用コネクションを介して転送している間、制御用コネクションはアイドル状態である。転送に時間がかかりすぎると、 ファイアウォールやナットは制御用コネクションが無効であると反してそれを追跡しなくなり事実上接続が切断されてしまう。HTTP 接続においてはアイドル状態となるのは要求と要求の間のみであり、タイムアウトした後にコネクションがドロップされるのは常で予期されたものである。ほとんどの一般的なウェブブラウザは FTP サーバに格納されているファイルを 取得することができる。ただし、FTPS などのプロトコル拡張には対応していない場合もある。HTTP ではなく FTP の URL が指定された場合、リモートサーバー上のアクセス可能なコンテンツは、他の Web コンテンツに使用されているものと同様の方法で表示される。Firefox には、と呼ばれるフル機能の FTP クライアントのプラグインが存在する。 ftp の url の公文はで定義されており、コディチェ1の形となる、括弧で囲まれた部分はオプション。例えば、nowwiki ftp コロンスラッシュスラッシュパブリック ftp ダッシュ s e r v e r s ドットエグザンプルドットスラッシュ m y t i r e c t o r スラッシュ m y f i l e ド t x t の owiki という url は、 ftpserverpublic.ftp-servers.example.com 上のディレクトリミドレドリーにあるファイル、myfile.txt を表す。nowiki ftp user001 secretpasswordprivate.ftp-servers.example.com スラッシュ、e、m y i、e. t i r e c t o r y スラッシュ myfyle.txt ポ持オウィキという URL では、この FTP サーバへのアクセスに必要となるユーザ名とパスワードの指定が追いされている。ユーザ名とパスワードの指定に関する詳細は、ブラウザのドキュメントにある。 Firefox, Internet Explorer. デフォルトでは、ほとんどのウェブブラウザは、ファイアウォールをより簡単に通過できるようにするために、パッシブモードを使用する。FTP は、インターネット初期から存在する古いプロトコルであり、セキュは安全なプロトコルとして設計されていない。ユーザ名や、パスワードなどの認証情報を含むすべての、 通信内容を暗号化ずに転送するなどの問題のほか、数多くのセキュリティ脆弱性が指摘されている。1999年5月では、以下の脆弱性が列挙されている。FTP は通信内容を暗号化できない。すべての送信は平文で行われるため、通信経路上でパケットをキャプチャすることで、ユーザー名、パスワードコマンドデータといった情報を容易に、 盗聴でき。この問題は TLS、SSL などの暗号化メカニズムが開発される前に設計された他のインターネットプロトコル仕様、SMTP、Telnet、POP、IMAP などでも同様である。この問題に対する一般的な解決策は次の通りである。FTP はガンブロアなどのコンピュータウイルスの標的にもされた。そのため現在では FTP ではなく、前述の FTPS や SFTP、SCP、SSH 上でのシンクなど暗号化された手法を用いることが強く推奨される。FTP over SSH は、セキュアシェル接続を介して、通常の FTP セッションをトンネルリングする方法である。FTP は、複数の TCP 接続を使用するため、 SSH を介してトンネリングすることは特に困難である。多くの SSH クライアントでは制御チャンネルポート21による最初のクライアントとサーバーの間の接続用にトンネルを設定しようとするとそのチャンネルだけが保護される。データを転送するときは新しい TCP 接続データチャンネルを確立するため機密性や完全性の保護はない。そのため SSH クライアントソフトウェアが FTP プロトコルの情報を持ち、FTP 制御チャンネルのメッセージを監視して書き換え、FTP データチャンネルのための新しいパケット転送を自律的に開く必ずがある。明示的 FTPS はクライアントが FTP セッションの暗号化を要求できるようにする FTP 標準の拡張である。これは OSTLS。 コマンドを送ることによって行われる。サーバには TLS を使用しない接続の許可、拒否のオプションがある。このプロトコル拡張はで定義されている。暗黙的 FTPS は SSL、SS TLS 接続の使用を必要する FTP の古い標準であり、通常の FTP とは異なるポートを使用するように指定されていた。 SSH ファイルトランスファープロトコルは、ファイル転送にセキュアシェルプロトコルを使用する。FTP とは異なり、コマンドとデータの両方を暗号化し、パスワードや機密情報がネットワークを介してこうに送信されるのを防ぐ。FTP サーバーやクライアントとは、相互運用できない。トリビアル、ファイルトランスファープロトコルは、クライアントが、 リモートホストからファイルを取得したり、リモートホストにファイルを保存したりすることを可能にする、単純なロックステップの FTP ある。TFTP は認証を行わないため実装が非常に簡単であり、主にネットワークブートの初期段階で使用される。TFTP は1981年に最初に標準化された。TFTP の現在の使用はである。シンプル。 ファイルトランスファープロトコルは TFTP と FTP の中間的なレベルの複雑さを持つセキュアではない FTP として提案された。で定義されている。このプロトコルも SSH ファイルトランスファープロトコルと同様 SFTP と略称されるが、この略称を持つプロトコルの中ではシンプルファイルトランスファープロトコルの方が先に標準化されている。 このプロトコルはインターネットで広く受け入れられず、この RFC は IETF によってヒストリック、歴史的文書の状態とされている。ポート115を介して実行され、多くの場合 SFTP の初期設定を受信する。11のコマンドと ASCII バイナリ、連続の3つのデータ転送を持つ。ワードサイズが8ビットの倍数であるシステムでは、 バイナリーモードと連続モードの実装は同じである。このプロトコルは、ユーザー ID とパスワードによるログイン、階層フォルダーとファイル管理、名前の変更、削除、アップロード、ダウンロード、上書きダウンロード、追加ダウンロードに対応する。FTP サーバから返されるリターンコードはで標準化されている。リターンコードは3桁の数値である。1桁目は成功。 失敗、エラー、不完全な応答のいずれかを示す。二桁目はエラーの種類を表す。三桁目は二桁目で定義されている各カテゴリの詳細情報を提供するために使用される。5おさむき